どうも、ビレレスパー使っていきたいと思います。はい、本日は、ギガント学園高校が大幅パワーアップされましたので、初見会やっていこうかなと思っております。デッキの方は、名護、小森、海。で、あとは、リツ、メイム、天野。この6人でいこうかなと思っております。まあ、フィジカル抜きでもね、カウンター効果があるならいけると思いまして、このデッキでいきたいと思います。はい、そしてアイテムの方は、パワードルと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、今回ね、メイム。メイム50にできたんですけども、メイムに、まさかの、イベント率、イベント発生率アップがつきましたんで、もしかするとね、メイムね、いらねえんじゃないかなと思ってます。メイムがいれば、招き猫がいらないんじゃないのかなと思ってしまっておりまして、さあ、これがどうなるか、ちょっと楽しみではありますね。はい、小森がいないんで、これはメンタルで回復しちゃっておきましょう。で、ここ回復コツ、もらえました。ありがたい。この回復コツは熱いですね。序盤で回復コツ取れるのはありがたい。で、ギガリーグでもらえる可能性はあるんですけども、これはスルーしていきましょう。これはいいです。で、率と回、このイベント、結構ありがたいですね。先読みもらっときます。意外性と先読みがありまして、まあ基本的に敏捷が足らないと思われますので、先読みでいいと思います。はい、で、ここメンタルいきます。で、小森、練習後イベント。あ、評価上がんなかった。評価が上がりきらなかった。まあ、それはちょっと辛いが、まあ、ここはここまで踏んじゃいます。次からちょっと踏みづらいんで、踏んでおきます。はい、OK。さあ、ここから、ギガリーグ、しっかりとやっていきましょう。はい、やっていきます。で、ここなんですけども、少し見ておきましょうか。で、この中で、多分見ておいた方がいいものは、以前と変わってるもの、カウンター攻撃。相手の攻撃の際に、味方の守備力が相手の攻撃力を大きく上回っていると、カウンターが発生することがあります。守備力が相手の攻撃力を上回った量に応じて自分の攻撃力が加算されます。さらに守備力に特異練習ボーナスが乗っている状態でカウンターを起こすと、その特異練習への 出現、頻度アップ。目当ての経験点を稼ぎやすくなります。次はどれを聞きますということで、あとはどれだろうな。まあ、商品カタログ。まあこれが変わってますね。商品カタログは春号、夏号、秋号、が対抗戦の各シーズン終了後に届いて、12月頭にクリスマス特別号、大正月には冬号が届くから確認してみてねと、こうなるとね、どうなんだろうなって感じかな。はい、あとはまあそんなに以前と変わっていないと思われますので、これでいきたいと思います。はい、まあ特異練習ぐらい見とこうか。まあそんなに変わんないんだよね、多分ね。以前と変わってないね、これね。はい。では、これで、いきたいと思います。攻略していきましょう。いきまーす。はい。終わっちゃっていいよ。はい。で、ここからやっていくんですけども、メイム。メイムのルーツが発動。まあ、この福井部はね、変わってません。メイムのルーツも福井部変わってません。まあまあまあ、いいとして。で、ここ。まあ、初っ端のギガリーグなんですけども、これね、フィジカル入れてないので、まあ、オフェンス、スピード、ディフェンス、テクニック。まあ、この辺をね、まあ均等に、メンタルは踏まなくてもいいけども、この辺を均等に上げといて、ディフェンスをしっかりと買っていくと。で、できれば小森の告白が来た状態で行きたいと思ってます。で、小森の告白が来ないのであれば、小森の練習後イベントは最低でも呼んでいかないとちょっと辛いのかなと思ってますんで、小森、しっかりと練習後イベント来るようにしてください。まあ告白来てくれれば最高なんですけどね。はい。で、これは、こっち行っときたいな。練習後イベントも狙いたいけど、テクニック行ってきます。はい、OK。で、やべさか。で、ここなんですけども、コツ。そうか。まあ、これはディフェンスですね。で、次、小森、告白来い。告白来ない。残念。で、名護くんの福井部が進んでいきます。で、ここは一回休もうかな。休んでいきます。まあ、一回戦目はね、ちょっとさすがに勝てない。残念です。で、これは、ボール出しのコツ、もらっておきます。先読みはね、カイくんとかでもらえるんで。はい。で、フィジカル、ディフェンスということで、もう今回は死にましたね。しょうがない。勝てない。これは勝てない。さすがに勝てない。ディフェンス45までは最、まあ、ディフェンス上げまくるか。どうせ攻撃食らわないしね。ディフェンス上げときます。はい。そして、ここなんですけども、誰で行こうか。まあ、メイムでも連れてやっておきますか。はい。じゃあ、名護くんとメイムで行きたいと思います。そんなにいけてませんが、はい。OK ではないけど、42。まあ、仕方ない。まあ、小森の告白が来るまではね、ちょっと苦しいんだよな。ちょっと苦しいです。はい。で、部員の増加。22からちょっとしょぼいで、422はしょぼいですね。はい、で、ここからいきまーす。で、名護くん、これどっちも熱いなー。さすがに固まってる方にしとこうかなー。はい、こっち行っておきます。はい。率か、まあ、率でもいいや、しょうがない。で、天野くんが進んでいきますね、というところで、スタミナ依存。天野はスタミナ依存。なので、スタミナ、振っていきたいと思います。
で、さっさと告白来てほしいんだよな。うん。小森の告白さっさと来てほしいところではありますね。はい。で、小森も踏んでいきたい。小森も踏んでいきたい。はい。これはさすがにテクニック。で、小森の告白来い。来い。来ない。回復か。まあ、ありがたいけどね。ありがたいけど、告白が来てほしかった。で、オフェンス。あ、これはメンタル。小森練習後イベント。しとこう。いやー、来なかったけど、告白は来たね。じゃあ、こっからデートしていきましょうか。もう次のターンデートでいいです。デート行っておきます。しょうがない。で、カイ君、同意する。で、カイ君は精神的支柱を狙わないといけないですね。カバマスは小森で取りますので、カイ君は精神的支柱狙っていきたいと思います。それか、まあ、うん、ギガポイントで、ポイントでもらえるからね。カバマスは。はい。で、これは上げておりませんが、成功してくれました。OK。で、ディフェンスリーダー取れましたね。OK です。で、フィジカル、メンタルということで、メンタルキャラ2人でいきましょう。まあ、メンタルキャラ2人で、まあ、なんとかやっていくって感じですね。はい。では、あ、まあ、そうだなうん。カウンター発生してほしいな。カウンター発生してほしい。カウンター発生してほしい。フィジカルメンタルだもんな。フィジカル全然上がってねえんだよな。はい。ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい。いきまーす。はい。まあ、しょうがないですね。これは。48。ちょっと稼ぎが薄い。稼ぎが薄いけども、なんとか。まあ、天野くんとカイくんが成長したんで、よしとしましょう。542。はい。では、セクニーやっていきたいと思います。1474。はい。そしてここでね、部員が増えるはず。部員が増えるんですよ、こいつらでね。で、リツとメイムがそれぞれ増やしてくれるみたいなので、これは両方とも入れた方がいいかもしれませんね。まあ、しっかりと両方入れるようにしてください。で、こっからのターンは、スピードメンタルが活躍してくれます。うん。スピードとメンタルがすごい活躍してくれる。まあ、フィジカルもありなんですけどね。フィジカルもすごいありなんですけど、フィジカル入れておりませんので、スピードメンタル。この辺をしっかりと踏んでいきましょう。スピードメンタル？まあ、スピードメンタルなのかな。うん、一応スピードメンタルだね。メンタルをしっかりと踏んでいく。で、ここで、うん、オフェンスはいらない。オフェンスは1枠しかないからいりません。で、これメイム踏んでいきます。はい、OK です。で、リツ。うん、チームプレイかな。うん、これ、あ、これ金徳の、あ、じゃあ、新しい服部か。はい、で、ここでリツ。テクニックね、一応3枠あるから、テクニック踏んどくのもありか。はい、テクニック言っときます。コツ、せっかくなんでね、コツ踏んどきます。で、次、天野くんのコツとかが来てくれると嬉しいな。天野のコツが来てほしい。勝ちたいからね。完全処理していきたいからね。はい、天野のコツ。はい、来ました。ありがとう。ナイス。ね、ナゴくんもディフェンス2枠か。いいや。はい、ではスピードいきまーす。行きましょう。はい、オッケー。天野ですね。はい、ダッシュ。で、ここで小森の福井部終わってきます。さあ、勝負していきます。で、スピード。スピードメンタル。フィジカルメンタル。マジか。フィジカルメンタルか。ちょっときついけども。まあ、とりあえず、まあ、そうだね。じゃあ、まあ、カイ君主将にしとくか。カイ君主将にしときます。で、ここなんですけど、フィジカルメンタルなんで、とりあえずパワー、スタミナ上げて、パワー上げときましょう。はい。まあ、完全勝利したいところだけど、ちょっとこれカウンター発動してくれないと厳しいんだろうなって感じはしておりますね。カウンターってどれぐらいで発動するの？はい。上がっていきますね。天野くんが暴走してほしいな。めちゃくちゃ強くなってほしい。で、ディフェンス142。これで、あ、カウンター発動した。オッケー。これは熱い。100以上ダメージ食らった。で、天野くんの守備が強すぎるんだよな。はい、オッケー。これでダメージ、うん。完全勝利できたんじゃないこれ。あ、これもカウンターか。ありがたいですね。オッケー。これ完全勝利ですね。ありがたい。73。まあまあまあ、最低限は稼げたかなという形ですね。うん、両剣までは取れた。はい、オッケー。で、4、3、3。はい。で、ここなんですけども、新しいものが来ていますね。シルキーパス。シルキーパスよりか、まあ、さすがに両剣、視界性とか取っておきたい感じかな。はい、では、両剣行きまーす。両剣行きましょう。で、ここなんですけど、32以内に行けた？いや、無理だったか。34位か。まあ、しょうがないですね。第2シーズンも2部ということで。はい、やっていきます。で、カイ君が残り、少し。で、天野くん。これは引き続き天野が強いはずなんで、天野を踏んでいきます。はい、オッケー。天野はひたすらここで踏んでいく。で、律。律、金徳？これ。金徳かな。はい、ね、ここで、あー、いいですね。ナイス。精神すごい稼げるね。今回精神余るんだろうな、多分な。はい。で、ここで、メイム。こういう、守備側に回る。はい。
まあ、フィジカルで根性はいらない、多分根性はいらないで、ここなんですけどもどうしようか、ナゴくん言っとく。ね、一応スピード以外のところにテクニック、ディフェンス、フィジカル、テクニック、あとはアマノでカバーできないのを、それだけなんですよ。フィジカル、テクニック、テクニック、ディフェンスっていうのがカバーできないんで、まあ、ここはちょっとナゴくん踏んでカバーしておきましょうか。はい、カバーしておきます。一応ね、ディフェンス来たら困るんで。で、ここは、今、小森の、練習後イベント来なかったのか。練習後イベント、あ、でも、ナゴか。ありだな。これナゴ踏んどこうか。ここはデートなしでもいいかもしれない。デートなしでもいいかもしれない。デートなしでいきます。はい。メンタルいきましょう。はい。いきまーす。はい。ナゴ。まあ、これでディフェンス来ても大丈夫ですね。メンタルが一番ありがたい。はい。スピードメンタル。まあ、これ勝ちですね。確実に勝ちます。アマノ。で、メイムというよりかは、アマノですね。アマノ。ひたすらこれ最後の方、敏将ね、アマノ、ナゴで稼いでいこうと思ってますんで、ここはいいです。うん。で、とりあえず、スピードだよね、スピード。スピード、スタミナ上げてきます。まあ、しっかりとスピード。スピードを上げましょう。で、ナゴくんも、ナゴくんでいくか。カイじゃなくてナゴくんでいくか。カイくんはね、正直コツイベント率アップしてほしくないので、まあ、はい、ナゴくんでいきます。はい。では、この二人で行きましょう。名護でも多分これで勝てるんで。はい、行きまーす。多分完全勝利できますね。はい、オッケー。まあ、カウンターもハマり、めちゃくちゃ強くなりましたね。はい、23位。はい、オッケー。で、ここで5、4、2。ということで、はい。で、ここは精神的支柱。もらえないかな？もらえませんでした。まあ、これは仕方ない。精神的支柱はね、すごい失敗多いんでね。で、ここも、まあ、スピードメンタルが強いんで、とりあえず、天野くん行っておきます。天野行っておきましょう。で、アマノでカバーできないところは、ないのか。ここは本当に、スピードメンタルだけあれば、なんとかなるって感じ。まあ、メンタルがあればいいって感じだね。うん。スピードは少ないけどね。はい。で、ここで、アマノくん。もうひたすらアマノくんです、ここは。アマノのコツをもらっていきましょう。で、デートなしでもいいんですけども、まあ、練習、そうだな。ちょっと難しいな。はい、ホットリーディング。敏将少しでももらってきます。はい。そして、テクニック。あー、天野くん行きましょう。天野のコツ。ひたすら回ってきます、天野はね。はい、キャプテン C。で、ナゴ、順平の方法を教えて。ディフェンスも上げたいんだよな。ディフェンスもこれ上げて、しっかりとね、ナゴくん成功させていきたい。で、メイムが残り1回かな。残り1回になるかな。はい。いやね、メイムの依存何なんだろうな。ディフェンスとか、パワーとか言われたらどうしようって感じ、ね。ありえんだよな、メイムなら。はい、ではデート行ってきます。はい、コマリ。まあ、ここはさすがに完全勝利できるんじゃないかなと思ってます。簡単にこの辺は完全勝利できる。まあ、序盤がね、フィジカルキャラがいないからね、ちょっと厳しい感じはしますが、まあ、中盤以降はもう本当に天野を踏んでおけば勝てるって感じ。あ、ナゴ失敗した。マジか。お前失敗する金とここで。はい、オフェンスメンタル。オフェンスメンタルということでね、メイム、そして、天野くん、行きたいと思います。で、これメイムなんですけども、成長させとく？メイム。まあ、天野、そうだなぁ。まあ、天野服でいくか。成長いいや。はい、ではこれでいきます。で、オフェンスメンタルということで、まあ、とりあえず、オフェンスも上げときましょうかって感じですね。はい、では、これでいきたいと。まあ、メンタル上げとくか。いいや、メンタル上げときます。メンタルの方がいい。あ、で、残りオフェンス上げときます。はい、ではこれでいきましょう。いきまーす。さすがに完全勝利できると思う。OK、完全勝利。いいですね。天野くんがマジで強い。天野も、めちゃくちゃ強いな。はい。ヨッピーがどんどん成長していく。6、3、3、OK。で、ここで、4296ということで、セク3やっていきましょう。まあ、ここら辺の経験点は爆発しません。やっぱギガントエクスプロージョン来るまで爆発しないので、まあ、しっかりと爆発させていきたい。ここからね。で、名護、天野。まあ、ここなんですけど、7月も天野なんだよな。でもね、これね、監督行きたいんだよな。監督評価上げときたいんだよな。なので、ここはいいや。名護くん行っときます。名護。で、芝の魅力、回復、あ、ごめん、回復力、回復コツさっき取ったか、俺。取ったっけ？はじめ序盤で来たから取った気もするんだが、取ってないかもしれない。ちょっと確認しておきます。あれ、どっちだっけ？取ったっけ？あ、やっぱ取ってなかった。いいや。はい、行っておきます。で、ここでメンタルいかない。監督でもやっぱさすがにいかない。で、ここは天野くん。まあ、ひたすら天野ですね、ここは。もう本当に天野だと思う。で、小森。オッケー、小森が終わっていくで、天野。あー、これ天野いいな。天野いいけど、どうしようかな。
いや、天野なんだ。勝とうと思った天野だった。マジで天野が強いからね、この辺。6月、7月ぐらいまで天野が無双してくれるんですよ。天野がマジで無双なんで、まあ、とりあえず天野。で、律。律残り1回です。はい、そして、天野行って、小森、ねー、小森ね、デート行っときたいんですけどね、ここでね。ここで本当はデート行っときたいところなんですけども、ここは練習後イベント呼びたいな。はい、小森、さあ来い。練習後イベント。OK。で、頼もしき。頼もしき仲間。はい、OK。で、ここで終わっていきます。で、メンタルテクニック。まあ、これはね、さすがに天野でいい。天野でよくて、律で行くか、名護だな。名護成長させていきます。はい。で、メンタルテクニック。もうメンタル、それ成長させましょう。スタミナ上げていきます。で、テクニックも上げていきます。はい。では、これでいきたいと思います。いきましょう。はい。いきました。はい、OK。完全勝利ですね。天野、名護。天野と名護のね、骨イベイ率アップ、本当に助かるからね。ありがたい。で、2万8000。ということで、ここなんですけど、524か。まあいい。で、ここ、とりあえず、さっきこれ取ったから、騎士改正取っときます。あれ、さっき、猟犬取ったよね。猟犬取ってたはずなんで、騎士改正。はい、しっかりと1位目指していきますね。はい。で、律。これはね、スライディングでいいんだよね。さ、インターセプターじゃないから、芝刈り機もらってきます。マエストロまでもらえると嬉しいな。もらえた？オッケー、マエストロまでもらえてます。オッケーです。ナイスです。で、ここなんですけども、とりあえず、メンタルか。あれ、天野ってメンタル、なんだっけ。まあいいや。スピードに来てほしいんだよな、スピード。はい、ではこれ、メンタルいっておきます。で、天野くん、さあ来い。で、ここなんですけども、オフェンス、もう踏んでいきたいんで、メインもありがたいんだよな。で、天野。あー、来たけど、違うのか。待てよ、これディフェンスいいな。ディフェンス行きましょう。ディフェンス行きます、ディフェンス。はい、オッケーいいよ。ディフェンスいいね。で、名護くん。名護くんとか集まってくんねえかな。みんな、名護くん、ディフェンス集まんない？で、メインも終わってきます。で、これどっち？あ、徹底抗戦までもらえた。ラッキーいいですね。それまでもらえた。で、ここ、精神が、だだ余りになるんですよね。だだ余りになりますんで。まあ、とりあえずディフェンスも上げて。で、ここはちょっとデートしておこうかな。デートしておきたいと思います。デートはね、しっかりと行っときたい。はい、デート行きます。4回目。うん、もう下手したらね、次もデートでもいいかもしんないってくらい。で、これは、ドール分にしておきます。でもこれ、ね、うん、微妙なんだよ、ドール分ね。精神だからね、どっちかというとね。ラッキーボーイだからね。で、カイ君。カイ君動いてきますね。はい、オッケー。で、パスカン。で、天野のコツ拾っときましょうか。天野のコツ拾っておきます。はい、オッケー。では来い。では行きましょう。敏捷をひたすら稼ぎたい。で、ここは、金活いきます。で、ここで何来ますかと。はい、カバディーブ。はい、メンタルテクニック。はい、勝ち。オッケー、ナイス。で、とりあえず、カイ君がむっちゃ成長してるね。むちゃくちゃ成長してる。マジか。そんな成長する？で、とりあえず、名護、一緒にしとこうか。で、メンタルテクニックでしょ？スタミナ上がってるんで、テクニックも上げておきましょう。はい、まあ、とりあえずこんな感じでいきます。こんな感じでいきますね。はい、精神はクソ余っておりますが、大丈夫です。はい、行きましょう。はい、完全勝利、OK。99。いいですね。もうメインは添えるだけみたいな感じになってるね。こうなるとね。うん。こうなるとメインは添えるだけ。533。はい。で、ここで、名護くんね。名護くんで行きたいんだけどね。まあ、天野、行っておきましょう。天野行きまーす。うん、待てよ。名護ではめるか。名護ではめます。ちょっと天野ではなく、名護ではめたい。骨指率アップもあったし。で、あ、うわー、そっち？ああ、そっち、いいよ。そっち、民衆で稼がせてくれないよ。民衆稼がせてくれるなら問題ないです。はい、ではスピードいきます。スピードいきましょう。はい、オッケー、名護くん。で、ディフェンスいけ、ディフェンス。ディフェンスいってほしい。名護くん、ディフェンスいこう。名護くん、ハメ。あれ？名護くん、ハメが消えちゃった。名護くん、いねえじゃん。いねえのか。じゃあ、ここデート行っておきます。ここでデート挟んでおきます。はい、で、小森ね。はい、カバマスはもらえない。カバマスはもらえないか。もらえないのであれば、ここでコツ踏んで、リッツか、天野ですね。天野のコツ行っておきましょう。はい、オッケー。まあ、ここからは天野無双します。
で、できれば天野。いやー、フィジカルテクか、ちょっときついですね。フィジカルテクは厳しいな。厳しいですね。非常に厳しいですね。こうしとこう。こうしといて、あ、ごめん。臨床溢れてる。あれ臨床溢れた。なんでだ、そんなやつ。とりあえずパワー上げてきますね。パワーを上げて、で、テクニックも上げて、はい、これでいきましょう。はい、で、これでいきまーす。完全勝利してくれませんか？いきましょう。いや、無理か。まあまあまあ、79稼げてたら、まあいいでしょう。6位か。ちょっと厳しいな。6、2、3。はい。では、セク4、いきましょう。9556。ちょっとここまでは いつものギガントだぞ。さあ、ここからハマっていこう。メンタルじゃないんだって、メンタルじゃないんだ。ハマるとしたら、スピードでハマってくれないといけないの、得意練習ね。君はスピードでハマってくれないとダメな人なんだ。はい。で、カウンターあたり取っときたい。待てよ。カウンター取りたい。臨床使いたいからね。臨床使いたいから。いや、待てよ。精神使いたいのか。精神使いたいのか。ごめんなさい。精神使いたいのはチームプレイだ。で、コーチング。先読み。で、そうだなぁ。サッカーの取っとくか。で、ボール出し。途中出場。はい。で、これメンタルいきます。さあ、天野。スピードでハマれ。メンタルでハマるんじゃない。メンタルでハマるな。スピードでハマれ。テクニック、マジ？ここに集ま、いやー、みんなスピードに集まってるやん。お前がいかんとどうすんねん。テクニック。持ってきます。あ、技術は稼がないといけないからね。はい、そして天野、いけ。スピードいけ。スピード。スピード。なんでや。なんでみんなスピードに来てくれてんのに。なんでお前がそっち行く。で、テクニック100にしておきましょう。テクニック100にしておきます。とりあえずね。はい、で、天野いきます。天野、そろそろスピード系。スピードかディフェンス系。まあ、正直フィジカルでもいい。技術任せだ。はい。OK ですね。で、ここで、メンタル。なんでや。なんでだ。もうちょっとこれね、メイム踏みたいな。メイムいきます。メイムちょっと踏んでいきましょう。メイム踏んでいきます。はい。いきましょう。はい。OK ですね。で、これも、練習後イベントも来ました。で、ここでテクニックフィジカル。いやー、これ完全勝利無理じゃん。マジか。厳しない？あー、そうきましたか。これきついな。普通にきついんだが。精神だだあまり。多分これ完全勝利全然できない。うわー、やべ、やっちまった。全然ダメだった。で、ここで、どうなる？1位になる？あ、なったか。なったんね。はい。65万ポイント。精神溢れるんだよな。5、2、3。はい。では、これで、あと3回あるんですよ。あと3回あって、これだけのポイントを稼げる、あるので、どう分けようか。まあ、カバマス取って、あと、いやー、足らねえんだよな。カバマスジェントルマン取って、なんか取らないといけないのか。ポイント足らないっすね。カバマス取りまーす。金属の数を増やそうのもそうなんだな。で、フィジカル。メイムか。まあ、今回、筋力ちょっと欲しいからね、筋力取っていきたいと思います。筋力取っておきましょう。ねえ。そうだね。ほんと、そうだね。いや、メイム連れてきたかったな、どうせなら。どうせならメイムを連れてきたかった。で、ここでラッキーボーイ。はい、これでいきますね。フィジカルいきます。筋力足んねえんだな、今回ね。臨床というか筋力が足らなかった。で、ここで、あ、来てる。オッケー、スピード。オッケー、こういうの連発しよう。こういうの連発。頼むわ。こういうの連発しよう。で、ぶっちぎり取っておきます。で、ここで1なんで、トラップ取っておきましょう。はい。で、ここでこのままいきます。はい、スピードいきましょう。はい、完走。これ、天野。時は、リッツ来るな。リッツはダメ。天野のコツだぞ。天野のコツ。ナイス。オッケー。それは熱い。いやー、そう来る。そう来ちゃうか。まあまあ、いいか。まあ、しょうがねえな。で、芝刈りもそろそろ取っていきたい感じはしてるので、はい、これでいきます。はい、では、これはフィジカルいきますね。天野、スピード来い。スピードに来てくれ。メンタルはいらないから、スピードに来てくれ。はい。では、フィジカルいきます。はい、オッケーですね。天野、スピード。スピードいきましょう、スピード。フィジカル。違うんや。
そっちやない、そっちやない。まあ筋力も欲しかったけどそっちやない。まあとりあえずパワー振っときますね。とりあえずパワー振っときます。とりあえずパワーを振っときましょう。はい、でこれ、フィジカルいきます。いきましょう。さあ天野、次も引き続き頼むわ。スピードに来てくれ、スピードに来てほしい。でサクッとピンちゃんやっていきます。これなー、認証が欲しいんだよなー。認証がひたすら欲しいですね。認証がひたすら欲しい。やっぱり認証が足らねえんだな、この高校な。うん、もうちょっと稼ぎ方があるかもしれませんがね。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わりました。さあ、ここからスピードタック2連チャン、3連チャン来てくれると嬉しい。そういかないと厳しいんだよな。そういかないとちょっと厳しくなっております。で、ここで、あと1回あるんで、まあ、そうだな、バリケード取って最後ジェントルマンでも取っておきましょうか。はい、これでいきます。バリケードでメンタル、メンタルじゃねえんだよ。メンタルじゃないけどメンタル行くしかないのか。うん、天野のコツを続けたいしね。天野のコツを続けたいのでこれはメンタル行きましょうか。いや、どうせならこれ、そうだよな、いや、どうせならメイムの方が良かったんじゃねっていう感じはする、ハメるの。はい、メンタル行きます。いや、ドリンクいらねえな。そん、お前メンタルにはまるからか。メンタルにはまりすぎなんだよな。ちょっと、どうにかしてくれ、天野。いや、もう精神はいらないんだ。もう精神は肩なんだ。いや、マジでいらないんだ。どうにかしてくれ。で、天野、もしかしてメインレージ精神なわけねえよな。なわけないよね。なわけないんだが、どうしようかな。まあ、とりあえず、コツ踏んどきますね。はい、天野。いや、これでスピード練習、天野が来ないとちょっと厳しい。はい、天野行け。なんでや。なんでや。これはもうちょっとスピード行きます。いいです。もう行くしかないんや。精神もだだ余りだからね。いや、これでね、こっから20人しか集まらないっていうのはきつすぎんだよな。ちょっとね、うん。で、天野の22、もらうか26でも、まあスピードですね。スピードいっておきましょう。はい、スピードいっておきます。精神だだあまりです。で、ここで、シルキーにしよっか。シルキーパスいきます。シルキーパスいっておきましょう。はい、 OK。 でもってスピードいきまーす。ドリンク余っ、まあそんなに余ってはないのか。で、ここでディフェンスは111にしたいんだよな。はい、率スルーパスでサクッとピンちゃんいきますね。はい、で精神はもうしょうがないと思ってる。さすがにしょうがないと思ってる。まあなー、そうだよなー。はい、ではこれでいきます。いきましょう。はい、試合終了でーす。はい、オッケー。では最後、敏将を稼がせてくんないのかい。天野がずっとメンタルいるな。ずっとメンタルいますね。これはね、さすがに筋力も稼ぎたいからディフェンスいっときたい感じはします。ディフェンス上げて、まあもう芝刈りは無理です。芝刈りは無理だけども、この辺全部取りたいんだよな。はい、では、ディフェンス、いやー、スピードいってきます。いや、スピードいってきます。はい、サクッとピンちゃんいきましょう。これね、相手に圧倒されそうな感じはしかしないけども、まあ頑張っていきます。いきましょう。はい、終わりました。試合終了です。ということで、1-0 ですね。はい。まあ、とりあえず、これで終了。まあ、精神がすごい余ったね。うん、メンタル練習じゃなくて、俺は天野に踏ませた理由は、ただ単にスピード練習連打で感想、敏捷感想連発してくれるかなと思って天野ひたすら踏んだんですけども、ちょっとダメみたいですね。はい、振ってまいりました。まあ、残念ながら精神がただ余りって感じですね。あと、敏捷をどうやって稼ぐかだね。ちょっと何回もやり直したいところではあります。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、スピード101にしてしまったのが間違いですね。はい、USQ。ちょっと USS は、まあ、いけるだろうけども、XS までいけるかと言われるとちょっと微妙かもしれない。まあ、ちょっとその辺は、またさせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。